こんにちは、みえこです。今日は1枚の布にキルトだけで作る簡単なポーチを作ったので作り方をご紹介します。同時に初心者用の作品も作りました。簡単にできるから作ってみましょう。まず表布 35cm×35cm お気に入りの布を用意します。そしてキルト綿は 38cm×38cm 薄い布を用意します。次に裏布は 41cm×41cm のものを用意します。それぞれを重ねて仮縫いをします。このように縫います。そしてキルト糸ですが、なるべく布の柄に合った色を使いたいですが、なければどんな色でも構いません。白でももちろん大丈夫ですよ。いつも使っているのはこのデュアルデューティーの糸を使っています。これたくさん買ってあるんです。それでは縫います。中央付近の模様から縫います。縫いたい場所の少し手前から針を入れて、模様の周りを少しずつ縫います。左手の指抜きの使い方をちょっとだけ動画にしてみました。これ10回も取り直したんですけど、うまく取れませんでした。こんな感じでどうでしょうか。でもこの指抜きがうまく使えないので、困っている人はこんな方法を試してみてはどうでしょうか。このようなリング型の指抜きですが、裏側に調整できるようなものを探します。そして自分の右手の爪のあたりでちょうど止まるように調整します。溝の大きさは針の背がちょうど収まるようなものがベストです。それではこの指抜きで縫ってみます。同じような方法ですが、右手の中指の先で押すのではなくて、爪のあたりで押すような動きです。ピースワークのない布でキルト綿が薄い時はこの方法でもキルトができるので、ぜひ試してほしい方法です。
させて、このようにキルトのない部分の布が皺になりやすいので、針で押さえてからこのようにキルトします。裏は細かい模様なので見えなくなってしまいました。そして余分なキルト綿を表布と同じ大きさに切ります。裏布を 2.5 センチにカットします。そしてアイロンで上と下半分に折り印をつけます。またキルト綿と同じ大きさにもう一度折り印をつけます。さらにこれを半分に折って印をつけます。この部分にファスナーをつけます。25センチのファスナーを用意して、中心とその両サイドに印をつけます。布の上にファスナーの中心と布の中心の印を合わせて針で留めます。そしてその両隣につけた印にも針を留めます。ファスナーの端にももう一度針を刺してミシンで2回縫います。今度はミシンで縫った後を裏布で隠すように畳んで、ここをまつり縫いします。このようにできます。次は反対側のファスナーもつけます。同じように中心の印と布の中心を合わせて針で留めてミシンで2回縫います。また同じようにミシンで縫った線を隠すように裏布で畳んだ裏布をこのように針で留めてまつり縫いをします。このようにできています。今度は両サイドを縫います。まずは半分だけ余分な裏布を切ります。このように底の部分を畳んでまちを作ります。ファスナーの布端とまちで畳んだ部分に斜めの線を引いて、この部分をミシンで縫います。また4センチにまちをたたんで、余分な裏布を半分だけ切り落とし、同じように
ファスナーの布端と表布を線で結んでミシンで縫います。そして余分な表布を半分だけ切り落として、ここを畳んで、まつります。しっかり留めたいので、キルト糸で縫います。端まで全部留めたら、ファスナーの布端も巻きかがりしてしっかりと留めます。ここは少し小さい運針で縫います。ファスナーの開け口がほつれやすいので、何度か針を入れて糸を切ります。片側も同じように畳んで、移ります。ファスナーの表から見て、ファスナーの端を金具のそばまでしっかりと巻きかがりをします。表に返して完成です。簡単にできますよ。次は初心者向けの超簡単な作品ができますよ。サイズです。35cm×35cm の布を用意して、キルト綿も同じ大きさです。裏布は 40cm×40cm で用意します。それをこのように重ねます。中央に重ねます。そして表布と同じ大きさに裏布を畳んで、アイロンでプレスします。上と下両方プレスします。この部分にファスナーをつけます。キルトはしてないので簡単にできますよ。中央に印をつけて、先ほどと同じように25センチのファスナーを裏側を見ながら ミシンで2回縫います。次は反対側も中央の線から針で留めて、先ほどと同じようにミシンで2回縫います。そしてミ
ミシンで縫った後を裏布をたたんで隠すように、まつりたいところですが、ここは簡単に刺繍糸で縫ってしまいます。もちろんミシンでも縫えますよ。ファスナーが閉まるか確認をして、両サイドを同じように縫います。4センチのまちを作って半分に畳んで、ファスナーの布端と布の端を線で結んで、そのラインに沿って芯で縫います。両方縫います。余分なキルト綿と裏布を半分だけ切り落として、このように畳んで、先ほどと同じようにまつり縫いをします。表に返してファスナーの端を巻きかがりをすれば完成です。キルト綿が入っているのでしっかりしているし、模様が可愛いのでキルトなしでも十分可愛い作品ができますよ。忘れていました、作品サイズですが28センチ横のサイズです。そして縦が14センチあります。まちは4センチぐらいですよ。ちょっと大きめで使いやすいサイズですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。